これは、お給仕終わりのメイドたちが、サラリーマンのご主人様のお悩みにお答えする、YouTube チャンネルです。やった大将鏡でーす。ほう、お待ちください。あったやの常連さんです。出ました。なんかミスした日の次の日って憂鬱じゃない？行くの、なんか元気に出社できる方法ありますかね？いや、もう今のでしょ。今の、イエーイ、出社イエーイ、何出社時点で出社イエーイ、間に合った、イエーイ、イエーイ。一個一個喜ぶの大事ですよ。もうだミスした時点で喜んだ方がいいかな。ミスしちゃったよ。初めてのミス。いいですよ。ダメでしょ。ダメだよ。ダメ？ダメだよ。あなただけだよ。失敗は成功に。イエーイ、ダメだから。ダメ、うん、ダメだから。何がいいんですかね。忘れる、うん、忘れる。確かに大事。忘れる。だって行ったらもうさ、忘れんじゃん。寝たら忘れる。寝たら忘れるの。寝たら忘れる。忘れないで君は。なんかすいません、行くまでじゃない。うん、確かに行ってしまったら絶対そんなミス誰でもやってるから、うん、意外と受け入れてくれて、全然大丈夫そうだけど、やっぱテンションで乗り切らないと、もうこう打ち上げていく感じで、イエーイ、イエーイ、やっぱイエーイだよ、やっぱイエーイで、なんか持ってこうよ、そう、電車間に合った、イエーイ、そう、電車間に合った、いつもより早く行こう、そうですね、15分、駅着いた、イエーイ、入り口入った、起きる、起きる、イエーイ、みたいな、ミスした日の次の日だったー、イエーイ。より4時間ぐらい早く寝るよ、多分。超疲れちゃって、疲れる。でも常連さんにそういうイエイが伝われば、うん、伝わるよ、くれそう、伝えよう、うん、じゃあ、サワゴ、お待たせしました、イエイ。ミスしたら毎日イエーイって起きたから、もうすぐイエーイって一日乗り切りましょう、イエーイ。大丈夫そうですか？大丈夫だって。イエーイ！ガチャ。この後こういう感じだもん。お家帰ったら。そう、お家帰ったもん。今日一日乗り切ったから。こんな感じ。うんうん、大事大事。いつもこんな感じ。そう。え？そうでしょ？いつも失敗した時、イエーイ。お手じゃん、みんな。俺何じゃ。お誕生日の時しか用意してない。おめでとうございます。イエーイ。お給仕しか用意してない。え、いつもは？いつも。マットホームチャンネル登録お願いします。お悩み待ってます。お豆。